ご注文はラジオですか？ちまめ隊のポポロンラジオ。維新電信お試すところ、まだまだ聞こえてこない、耳を澄ませばだんだんと聞こえるの。おやおや、伝えたいことは、つまりつまり。皆さんこんばんは。この番組はテレビアニメご注文はうさぎデスクの最新情報をお伝えしながら、ちまめ隊の3人がリスナーのお客様にときめきの時間をお届けできるよう奮闘するラジオプログラムです。ということで今回の担当はちの役の私水瀬のりと、めぐ役の村川りえがお届けします。はい、ということで第5話ですよ。早いものでもう5回。早いね。前回がね、さっきお話しした通り、そらまるさんとリエションの豆コンビでお届けしていたんですが、2人はどんな感じでした？ね、実はその、まあ、前回もお話ししたんだけど、そらまるさんとリエションと2人でこう、ラジオをやるっていうのが今まで実はなかったから、そうだからなんか、あ、2人でラジオでお話しするの初めてだねっていう話をしていたんだけれども、そうとても楽しくお話しさせていただいて、よかったよ、楽しかったね。でちょうどこの私と今回はリエーションということで、組み合わせがこう一巡したという感じで、それぞれがねコンビ組んでやらせてもらったんだけど、私とリエーションもラジオで二人きりは初めてかな。そうだよね。ね、なんか、まあ、ラジオ自体はでもなんかこう何人かでとかはね、いっぱいあるけどね。そうだね、二人は初めてだね。ね、緊張するね。緊張する全然しない。なんで言ったんやか。なんで緊張するねって言った。初めて聞いた人に、あ、なんかこういう嬉しいなって思ってもらおうと思った。あー、そういうことで、ちょっと緊張してるねみたいな。ちょっと緊張してみようか。ちょっと緊張バージョンやってみようと。あー、そうか、そうなんだ。じゃあ私たちも普段あの役演じているけども、今日はそのあの聞いてる人たちに、あの中の人としての良さも、じゃあ喋ってよ。全然喋んないじゃん。じゃあ今相づちだから。今もう緊張じゃなくて下手くそじゃん。違う、相手を尊重して相づちって言ってなんでよ。話せるタイミング伺って。ちょっと話聞いてるんだから。ちょっと続きやるね。だからこう中の人の良さを伝えられるように私たちでこう頑張っていこうね。うん、そうだね、頑張ろう。ラクさ無理。はい、緊張バージョン、貴重な緊張バージョンだって。今のとこみんなもうレックレック。どうすんの。なかなかもう聞けないからね。何もないじゃん。緊張してんなみたいな、それで終わりだよ。あ、嬉しいなっていうところよ。こういうのがギャップよ。奥行き奥行きということで。それではそろそろ始めていきましょう。ご注文はラジオですか、ちまめ隊のポポロンラジオ。最後までよろしくお願いします。